私のミッションは、きちんと稼げる副業を教えること。本当に稼ぎやすい輸出ビジネス。日本人は輸出ビジネスで稼がないと損。初心者が稼ぐなら、オーストラリアアマゾン輸出が一押しです。物価が低い日本から、物価が高いオーストラリアに輸出するから簡単です。やることは、安く買った商品を高く売る。これだけです。足し算ができれば稼げます。 仕入れ価格、プラス送料、プラス手数料、プラス利益、イコール販売価格。利益が残る商品を販売するだけです。結果は6週間もあれば出ます。輸入ビジネスや国内転売が稼げないのは、初心者では利益が残る商品が見つからないからです。なぜ初心者は儲かる商品が見つけられないのか。こちらは、お盆、あるいは年末のね、 えー、帰省ラッシュの記事。これは年末バージョンですね。毎年毎年何十キロも渋滞するのに、皆さん、ね、年末やお盆は田舎に帰ると。旅行に行くと。人はみんなと同じようにするのが大好き。その結果、毎年年末には大渋滞が起こります。大渋滞を輸出ビジネスに置き換えると、ライバルだらけの飽和状態。みんなで売れそうだと同じ商品を売ると、 全く稼げません。ツールの豊富な日本アマゾン。売り上げ500万、不良在庫500万、利益なしの大赤字なんて出品者がゴロゴロいます。今、オーストラリアアマゾンは購入者が増えているのに出品者は少ないブルーオーシャン。しかし、ライバルは少なくても常識のわかっている平均的な日本人が商品探しをすると儲かる商品を見つけることができません。 物販ビジネスをするには幸いなことに私は甘の弱。そして物欲が強い。だから稼げる商品を探すのが得意です。私の使命はサポートを受けている会員さんに稼げる商品を見つける方法を教えること。だから12年間物販サポートを続けることができています。日本にいながら外貨を稼ぐ。円安でドル払い副業。 海外で稼ぎより日本からリモートで稼ぎ、実践者、生活コストが安い日本で円安の恩恵を受けつつ外貨獲得と。これ海外、特にね、オーストラリア、物価は高いんですが、海外出るとね、物価は3倍だけど生活費も3倍になって結局はね、えー、何も日本にいると変わらなくなります。ところが、物価の安い日本にいながら、物価の高いオーストラリアで物を売れば、えー、非常に お金が稼げると。稼ぎやすいと。そして物価の安いね。えー、日本で暮らしてますんで、えー、裕福に暮らせる。豊かに暮らせる。あるいは貯金ができるということになります。海外で稼ぎのメリットとデメリット。収入は2倍になったけど、生活費も2倍かかっている。日本に行った時と生活で我々はそんなに変わらないんだよね。というのがね、海外で稼ぎの、えー、よくある話で。最も理にかなった選択は、 日本にいながら外貨を稼ぐドル払い副業です。アマゾン輸出で日本にいながら外貨を稼ぐ。私が教えるアマゾン輸出サポートは他の副業では稼げない人にも稼がせることができます。実例、日本アマゾンだと手間をかけてたくさんの商品を販売して1個数百円の利益で月5万円稼ぐのがやっと。こんな感じさんね。一方、オーストラリアアマゾンでは開始早々 1>, 1個1500円の利益で月3万円の利益を稼ぐ商品を見つけました。1個の商品だけで月20個売れるんでね、3万円稼げるという商品が見つかりました。同じ Amazon を使った販売でも、オーストラリアと日本では難易度が全く異なります。1商品で3万円儲かる商品を10個見つければ月収30万円です。これぐらいはオーストラリア Amazon なら簡単に見つかります。 日本で1商品で3枚儲かる商品を見つけるのは難しいです。成果が出るのが早いのが Amazon 室の魅力。私のサポートを受ければ Amazon 室で稼げるようになるまでにかかる時間は3ヶ月から6ヶ月。そして儲かる前にもセラーアカウントが数時間で開設できる。言われた通りの作業したら1週間で商品が売れた。など小さな成功を積み重ねていきます。そのため、 アマゾン室で稼げると信じることは簡単です。短期間で成功体験できる Amazon ン室なら稼げるスキルが身につきます。オーストラリアアマゾンの売り上げが急増中です。日本に住んでいるあなたはオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスです。ここをクリックしてオーストラリアアマゾン室サポート無料スカイプ相談にお申し込みください。 なお今この動画を YouTube で見ている方は YouTube 動画のこの欄はクリックできませんので動画の説明欄にある URL をクリックして無料スカイプ相談を申し込みください。AmazonS サポーター、堀秀夫でした。